さあ、セブンで黒ウロン茶買ってきましたけど、ちょうどこのお買いがあれだったんですね。ボンクスだったんですね。できえなと思った。この建物全部ボンクスなんだ。すげえ。そうなんですね。あ、本当だ。すごいな。あ、こんな、きって感じのやつか。京都ですね。そうなんですよ。言うて京都なんで、何かしら言いますからね。よっしゃ。でも、こうやって見てみると、朝飯を食べる場所って言うと、案外ないもんですね。吉祥通り。ブルブルブル。付き合いでいいや。